どうも皆様お世話になっております。マッキナ YouTube です。なんかちょっとオープニング微妙だね、それね。そうですね。はい、こんにちは、マッキナの太田です。はい、どうもマッキナの近藤です。はい、花粉症ですか？ひどいわ、花粉が。もうちょっとで終わるけどね。花粉もね、もうそろそろ、花粉もマッキということで、うまいね。あ、そうです、ありがとうございます。やっぱり、ね、なんか雰囲気変わりました。そう、なんかあ、ちょっとコンタクトにしてメガネちょっと外して。あ、そうなんですね。そうそうそう、あ、なるほどなるほど。メガネ取るとこんな感じだね。そうなんですね。いや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 、岩田さん何してはるんですか？え、何してはるの？僕マッキナの太田なんですけど。あれあれ、乗っ取り、乗っ取り。あれ、こんな人気 YouTuber にオープニングさしていいの？あ、本物じゃないですか。あ、本物だ、本物だ。びっくりした。いやいやいや、いやもうね、これね、あの動画見ていただいてるお客さんね、ちょっとかなり何が起こってるのかわからないと思うんですけども。いや、すいません、あのマッキナチャンネルにね、あのマッキナチャンネルやってました。はい、チャンネル、はい、僕が出て、はい、誰だこれと思われるのもちょっとね。そう、いや、いや大丈夫だと思うんですけど。自己紹介していいですか？あ、はい、わかりました。じゃあちょっとあの、ね、改めまして、はい、はい、マッキナの太田です。あ、どうもどうも。やっぱ雰囲気、あれ同じもうなんや、もうだいぶね、皆さん混乱してるかと思いますが。いや、岐阜県からね、はい、やってまいりました。はい、ピットワン TV のね、はい、ピットワン岩田です。あ、どうも、岩田さんでございます。わざわざね、はい、マッキナのためにこうやって来ていただいたんですよ。はい、来ていただいた上にこんなね、ことをね、岩田さんにお願いするっていうね、本当だよ。いやいやいや、どんどん視聴者から怒られるんじゃないかと思うんですけど。いや、マッキナさんのためならもう来ますよ。ありがとうございます。もう、ね、本来はもうこっちが行けよっていう話なんですけども。いやいやいや、いや、何をおっしゃいますと。もう、はい、ありがとうございます。はい、いや、もう、はい、嬉しいですよ。ありがとうございます。していただいたら、ほんまに再生回数がすごい、まあ、登録者数もすごいし、もうすごい、こう、ピットワンさんのね、YouTube なんか、上だろう、うちなんかも全然あれなんですけど、まあ、どうしましょう、いやいやいや、ハリンコみたいなもんですけど、全然、どうしてもやっぱオープニングで、太田さんのこうにっこりした顔を真似しようと思ってるの、多分ちょっと引きずっと。ちょっと僕のキャラと違うので、どうしても作れんかったっすね。いやー、大丈夫、もう全然、もう問題、もう言っていただけるだけでも、本当に大変申し訳ございません。まあ、ありがたいです。いやいやいや、ありがとうございます。ね、実はですね、今回ね、まあ、うちの動画の方に、まあ、2年ね、職人試験で、ね、紹介していただきましたの で今回ですね、実はうちでも時々あるんですよね、タイヤレターの、はい、今回この動画にしようと思いまして、で実はタイヤレターをね、岩田さんのところでお願いをしておるということで、そうです、はい、今回ね、一緒にご紹介をしていただいて、ちょっとタイヤレターがどういうものなのかというのをちょっと見ていただこうと思いまして、はい、職人シリーズに、まあ、近藤君と太田さんの社長に出てもらったじゃないですか。まあ、それ以前にね、タイヤレターのお付き合いをしてた。そうですね。で、その撮影当日、はい、始めました。そうですよね、確かに。何年かうちもね、お願いをしてたんですけど、なかなかやっぱり、遠いしね、なかなかこう、お会いすることっていうのがなかったんですよね。イベントとかもね、特にその、被らないというか、そういうタイミングがなかったので。ただ、マッキナさんだけじゃないですよ、やっぱり。そういうショップさんも結構ある。多いでしょうね。会ってないけど仕事してるみたいな。はいはい、そうやっぱり全国のピットワンさんですから、全国ではそりゃそういうご依頼はあると思うんですよね。いやいや、本当にずっとさせてもらって、ね、初のコラボですね。そうですね、はい、そういう感じなんですよね。そうですね、なんかね、慣れないもんで、どうしたらいいのか正直わからんと思われますけど。まあ、でもこれ正直2回目ですよ、会うの。そう前回そうなんですよ。でもすごくこうなんかフレンドリーに岩田さんも接してくださるしね。いやいや、2回目ですけど、僕は2回目の感覚じゃないですよ。なんかもう何回も来てる。嬉しい。友達感覚でなんかこう話できそうでね、
そんな感じなんですよ。2回目ですけど、ナビなしで来れるんで。すごいすごいです。素晴らしいですね。で、こんなにもこんな山の中でね、上田さんがカモショウ化させてるとき。本当にね。本当に申し訳ございません。本当にそう。本当に。あのね、みんな勘違いするんですよ。僕、岐阜じゃないですか、ビットマンは。で、岐阜のイメージって山のイメージに満たされるんですよ、結構。スキー場とか、ゲレンデが多いから、ね、そうやね、そう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 、ただ、うち全く山ないんですよ。はいはい、もう岐阜の要は市内、そう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 、市内と愛知県の県境だから、はいはいはい、山がない。あ、なるほど、ね、そう、すごく境なところ、ね、もう雪もないし、そうだからイメージはもうピットは山奥だと。こっちのが山奥やね。大阪の山手なんで、ほんまに。一回見来た時に、牧田さんに、はい、高速降りて、これは本当にたどり着くんだと思って。大阪のイメージ、はい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 、僕めっちゃ大阪行くんですよ、はい。ちなみに月曜日、今週の月火はもう大阪やったんで。今週だけで3回目ですよ、大阪。うわすごい。岩田さんも言ってはったんですけど、あの強みはフットワークの軽さ。ということね、これだけ忙しい方がこんなにフットワーク軽く動き回る。いやいや、もうあの空いてる日、もう事前に太田さん その撮影依頼あった時に、じゃあもう日にちが空いてるんだったら、もうそこにスパンって入れれば、まあまあ それだけなんです、うん、あそこ行きます。いや、涙が出ますね。よう言いますね。全くカラカラに枯れてます。花粉症じゃないですけど、涙出てる。今日うまいやん。あれはなかなか最近。いや、もう自分で言うのもなんかキレッキレです。ちなみに、今僕 YouTube のどうだ、まだ3年経ってないですけど、はい、電話が鳴りましたね。電話鳴っちゃった。鳴っちゃいましたね。出てくれば、まあ、またエンディングでちょっとまたお聞きしたいと思います。そうか。じゃあね、あのね、うちの施工の、下あのお車ちょっと一回見ていただいて、はい、ちょっとねご説明していただいて、まあ施工工程なんかもちょっと見ていただこうと思いますので、うん、そうですね、はい、じゃあそろそろ動画の方に行きましょうか。皆さんいつもね、今日の動画スタートで提供するんで、一緒にちょっとやっていただいていいですか。はい、お願いします。はい、はい、では今日の動画スタート。はい、今ね実際あのピットワンの岩田さんに、施工をしていただいたホワイトレターのタイヤなんですよね。お客様の、新型のシビックタイプ R なんですけど、こちらが、ミシュランのタイヤなんで、ホワイトレターでミシュランと。でこの時はね、画像を岩田さんにお送りして、ちょっとこういうストロボなんかも入れていただいたりして、そうですね、はいはい、加工をしていただいたんですけど、まあ、非常にやっぱ綺麗なんですよね。で、ホワイトレターだけじゃなくてイエローとかそんなもできるんでしたっけ。ああ、できますよ。違う色できます、できます、はい、っていうふうにお伺いしてるんですけど、まあまあやっぱりね、あのホワイトレターが確かに人気なんですけど。で、一応ねこれブルーのボディがね非常に綺麗な、まあ、シビックタイプ R で、白のね D37 でこの白のねミシュランローという形でコーディネートをさせていただいたお車です。で実際まあ、この耐久性とか実際そのゴムの油分とかがね出てきたりするので、まあ、新品タイヤにいきなりすると本当はちょっと黄ばんでくる。ただ僕らの経験上このタイヤの製造年月日でも変わってくるんですよ。あ、だから新品のタイヤだと黄ばみやすいは黄ばみやすいですけど、黄ばまないタイヤもあるんですよ。ああ、そうなんですね。そうだから表面は僕ら綺麗に油分取るんですけど、やっぱりエア入れてパツンと張った状態で圧がかかるじゃないですか。その時に油が下からにじんできたりして黄ばむ時がある、ね、である程度油が抜けて再度レター入れるともうずっと白いです。あ、そう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 、ね、まあなかなかその経験値というかね、僕らなかなかそこまではわからないんですけど、まあとにかくねすごく綺麗にしていただいてて、これも半年近く施工していただいて立ってると思うんですけど、まあ非常に綺麗な状態をね保ってる。
これ新品のタイヤでしたよね。これ新品ですね、はい、あこれは多分すごくよく保ってる方です。ああ、うん、そうですか、うん、もっと黄ばんだりする時も どうしてもあるんでしょう、うん、これはいいですね、はい、しかしかっこいいですね。かっこいいですよね。かっこいい。岩田さん、さっきからあのシビックタイパラすごい興味を持たれてる。この組み合わせがかっこいいですわ。はいはい、結局タイヤレーターってスポーツカーが多いんですけど、はい、今ピットワンの中でもやっぱ四駆系の人も多いです。ああそうか。結構ゴツゴツタイヤでやる人も結構多いですね、はい、ゴツゴツタイヤでももともとホワイトレーターじゃないの多いですからね。そう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 、ブラックレーターのやつ、そう、そういう車にもやっぱ似合うし、スポーツカーでも似合うし、そうですね、やっぱりこうむっちりあんまり引っ張っちゃうと、うんうん、このレターする箇所がすごく、そうですね、薄くなっちゃう、薄くなりますから、ね、あんまりかっこよくない、こうむちっとした感じが、そうですよね、まあ、かっこいい、うんうん、これどうやってやるか知ってます？知らないです。実は、はい、オートバックスでペン買ってきて僕がやってる。一個一個納期がかかる。非常にそれはやっぱり納期だいぶかかります。めちゃめちゃ納期かかるんですよ、うん、ね、ペインで僕やってるんで。うわ、それでその白をキープするってすごい素晴らしい。すごいです。技術的に素晴らしい。そうですよ、はい、だから、まあ、毎月ある程度 の本数しかできない。なるほど、なるほど、ね、それは冗談ですけど、はい、実際ね、あのどうだろうな、僕 7,8 年前から機械導入してやってるんで、実際これをあのプリントしてる部分をね、ちょっと、はい、あのマッケラさんの動画で見ていただいて、お、こういうの、こういうやり方でやってるんだというのをね、ちょっと見ていただきたいと思います。本当ですね、はい、ぜひ皆様ぜひ見ていただいたら、はいはい、じゃあ、まあ、ピットワンにちょっと、皆さん見ていただけると嬉しいですね。そうです、切り替えていただけますか。はい、わかりました。じゃあそのね、施工動画へとちょっと移動します。はい、お願いします。ピットワンの岩田と申します。マッキナさん、いつもお世話になっております。はい、今日は、マッキナさん用の動画でね、このタイヤプリント、ちょっと見てください、こちらですね。はい、これが、タイヤプリントと言います。まあ、カスタムされる方、結構スポーティーな感じな方もやられますし、結構四駆系の方も、結構分厚いね、タイヤの方もこのタイヤプリント結構やられるんですよ。で、今回はマッキナさん用でちょっと動画を、これタイヤプリントをやる方法をね、今からご説明しますということで、中に行きましょう。はい、そのまま取りっぱなしで、はい、まずね、こうタイヤがあります、はい、でタイヤはしっかり洗浄して、こう表面に油が残ってないぐらいまできれいに洗います。新品のタイヤだとこう触った時にこう手が真っ黒になる、油、まあ、それがないようにこう触っても油が残らないまで洗います。はい、でまず次、あ、まずね、ごめんなさい、次にじゃあこのタイヤに何をレターするかなんですよね。はい、で、まあ東洋さんだったら東洋さん、ブリヂストンだったらブリヂストンを入れたいとか、あと例えばマッキナさんっていうロゴを入れたいってだったらマッキナとも入れれます。まあパソコン上でデータを作ればどんな絵柄でもできますが、どんな絵柄でもって言ったらちょっと誤解があるかもしれないですね。はい、でちょっとパソコン上で、はい、こんな感じで、タイヤの入れるデザインをパソコン上でこう作ります。はい、はい、でお客様によってはこの入れる範囲がこう見てもらうと、まあ大体大きく入れたい人はここからここまで、小さく入れたいよっていう指示だったらここまでの範囲とか、まあ、なるべくこうはみ出さないようにっていう感じで、サイズをお客様に決めていただいて、パソコン上でデータを作る、はい、
そこまでが準備、はい、で次にこれがタイヤレターをする、機械ですね。はい、はい、では基本的に白、赤、マゼンタ、あ、ごめんなさい、白、青、マゼンタ、黄色、これなんだ、黒、黒なんてあったっけ、ちょっと待って、そ、あ、ごめんなさい、もう一回ですね、プライマー、白、青、マゼンタ、黄色、黒、はい、はい、まあプライマーを除いてこの 1,2,3,4,5 色をもうドットで色を作っていくという感じで、プリントをしていきます。まあ色の再現度でいうと、まあ白はまあもちろん白ですね、重ねていけば結構白になります。今ですね、 こちらにタイヤ、回っております台の上で、で見て、ちょっとごめん岡本さん、そっちからだともうこれが縁石があるぞ。はい、で、パソコン上で、データを作ってそれを、今プリントしております。今はちょっと分かりにくいですが、このピーピーって音、ちょうど止まっちゃった、いい、あ、今ちょうど終わりました。今ちょうどねプライマーが塗り終わったところですね。ちょっと見ていただくとちょっとツヤがあるんですよ、プライマーが塗り終わったところ。はい、ここが、今度白の印刷になりますんで、今度この上に白のプリントをしていくという感じですね。はい、次、プライマーが終わりまして、次白のペイントに入ります。で今、ペイントの前に、今タイヤをね単純に温めている状況ですね。約今80、まあ、85度とか90度か、はい、これを100度まで熱して、次白のペイントに入ります。はい、印刷が終わりまして、東洋タイヤーズプロクセスと、白の印刷が終わりました。めちゃくちゃかっこよくなりました。で、最後にね印刷した後ですね、ここを見るとねちょっとカメラで映るかなぐらいの程度なんですけど、まあドットでこうインクをポン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 落としてるので多少飛び散るわけですよ。飛び散りとちょっとしたこの P のガタがあったりとか、そういうところを、まあ、綿棒とか、爪楊枝とかで、きれいに修正してあげる。はい、こうちょっとねタイヤ修正するとこんな感じで綿棒が真っ黒になるわけです。はい、でこう文字を全部こんな感じで修正させていただいて、お客様に、お渡し納品という形になります。はい、
はい、実際にね、岩田さんのところで、このねホワイトレター施工している動画、ね撮ってきていただきましたが、はい、皆さんいかがだったでしょうか。ね、はい、すごい技術で、機械もすごいし、ああいうのがないとやっぱできひん。いやそうですね。やっぱ岩田さんがこうペンで書いてるんじゃなかった。あ、安心した。でもね、実際それも見てみたい。あ、はい。二十歳ぐらい車買った時にオートバックスかカーショップで買ってやってましたよ、はい、しかもその時はあのタイヤサイズまでなぞってたから。あ、なるほどなるほど、ね、そうありましたね、それ、はい、自分でこうやってなんかでゴムの色が引っ張っちゃって、はい、汚い感じになったっす。最後はもうえらいことになる。もう大丈夫だ、若い頃そんなもんですよ。そう、ね、そう、ね、そう、それが綺麗な白にならなかったんですよ、やっぱペンで。そうですね。でこの機械出た時にこれ面白いな。そうでフィットアで導入したという感じですね。はい、わかりました。まあこんな感じで、ね、今日はね岐阜からわざわざこのために来ていただいたわけですけども、ね、これあの、ね、動画の長さはまあまああるんですけども、実際滞在時間まだ1時間経ってないという。なんていう。フットワーク軽すぎ。すみません、はい、動画見た方が、ね、勘違いされる方も、はい、いるかもしれないですけど、フットワーク軽いと、いつも僕来てくれるんじゃないかと。ね、そう勘違いされても、あ、ほんまですね、よくないですけど、はいはい、マッキナさんだから来たんです。ありがとうございます。それを言いなかった。ありがとうございます。握手しとこう。また今後もよろしくお願いします。店長、店長、こちらこそ。社長、そんなミーハーなことやめといてください。あ、そっかそっか。なんかね、やっぱ有名な人やからさ。ね、本当にもう今日はね、本当にわざわざもう本当にね、うちが出向かなあかんところ一致ね、来ていただきまして誠にありがとうございます。本当に。まあね、実際このね、ホワイトレター、まあうちの方でも、たまっておりますし、もちろんあのピットアンさんの方でも、できますのでね、やっぱりあの今まで知らなかったっていうねお客さんもいるかもしれないのでね、またこれを機会にね自分の車にやってみたいと思ったら、はい、またうちでもねピットアンさんの方でもご連絡していただければということで、はい、あ、はい、言い忘れてました、はい、たまたまこれはミシュランです、うん、でこういうね柄入れて、はい、まあ別にあのどんな柄でもできるんです。あ、ね、ですね、はい、あのうちピットワンにはね僕の顔のタイヤレターが。そうなんや、誰もやらない。すごい、なるほど、まあそういう表現もできると。そういうね、はい、まあ、あとは会社名とか、はいはいはい、あ、会社名よくありますわ。あ、なるほど、そう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 、例えばミシュランマッキーとか、はいはいはい、あのデータがあればそういうこともできます。そういうことですね、はい、面白い、はい、いろいろ可能性ある。無限大ですね、無限大ですね、はい、はい、あ、じゃあ本当に今日はもう皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ、はい、締めていただいてよろしいですか。そうやね、はい、ではあの引き続きね、またまた YouTube、はい、チャンネル登録高評価もお願いします。はい、はい、それでは次回の動画まで、さよなら。さよなら。ちなみにリンク貼っときます。はい、ありがとうございます。は